よいしょ。いや、全然いいっすよ。うん、グッド。ドまっすぐ。ちょい右ド。ちょっともう一人でしたけど、イメージは。いいですよ、グッドと。それが苦手だから。うん。多分、打ち方直ってるから大丈夫ですよ、もう。基本的にドチープです、いつも。はい。ちょっとフェードのイメージが打ちたい。あ、いいですよ。これ怖い。はい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 、オッケー。もっともっと後ろ、もっと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 後ろから、もっと後ろから、はい、どうぞ。そのまま、そう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 、ほら、じゃあ置き方っす、ヘッドの。今でもまだ足りないっす。ハンドファーストじゃなくて、単純にフェースが右十分に向いてないっていうだけです。構えた位置に対してかぶって構えてる。そう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 。そんくらいそんくらい。ほら。本当だ。B。そして。かぶせてきちゃうってことですかね。いや、置き方知らなかっただけだと思います。よかったっすね、解決したっす。イエーイ。おー、できた、完璧。そう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 、ちょっと近づきだけど綺麗に打ちすぎた。この、そうそう、この右足の内側ぐらい。そうそう。フェース開く。そう。絶対この球出るでしょ。うん。そうそう。ただね、本当どれだけプッシュいくかとかって話になってくるんだけど、あとボールちょっと、さすがにこれ傾斜角度すぎるからもうちょっとこっち行って、そうそう、これは行き過ぎかな。そうそうそう、あくまで行き過ぎかな。スピンが効いてないやつ。そうそうそう。あ、薄めに入れようと思って。そうそうそう。あんな感じ、あんな感じ。うまっ。ちょっと激スピンやってもらっていいですか。え、あれは無理だ今の練習量じゃ無理だ無理だ全然できる気がしねえ。あぶった砂に入っちゃえばこうやって進んでいけるから、そうするとすごいこれ薄く取れるんですよ。いや違う、くの字のところだけ、ここだけ、そう、全体に入れようじゃなくて、そうそうそう、くの字のところをボール1個手前じゃない、1センチぐらい手前のところにサクッと入れていく。そうすると最低限の砂で出ていくでしょ。エクスプロージョンって爆発させるっていうのと、ブエッ、どちらかというとそうやって言ってました。うん、でもそれってコントロールできないんだよね。そうなんですよ。でこれだったらどのクラブ持ってもヘッドの入れ方一緒になるから、例えばサンドだったらちょっと言ってたけどピューンって言ってそこ行くじゃない、うん、奥のピン狙うってなったら僕52持ってくる。
で、さっきみたいに変える。そう、それで、僕の場合は、あの、25ヤードキラーになって、これで。バンカーショット。25ヤード以内は、58で全部対処して、それよりも、ちょっと伸びていったら、54、ギャップ、あ、ピッチング、PS、うん、ピッチング9。6番まで僕は打つから。6番くらいまで行ったらピッチングで普通にテンション打った方が簡単だったりするので、そういう状況によるんだけど、これも僕どこ向いてるか正直わかんないんですけど、これでもフェイスさえ向いてれば回せるってことですか？フェイスだけってことですね。そしたら一緒の方向で打ってるでしょ。うん、いちいちオープンにしなくてもいいと。そう、これでもフェイスの向いてる方向に出ていくから、なんだけど、6番でこれポーンってダッてなったら、この角度を浅くしなきゃいけないんですね。でも浅くする方法はこう、これで、あー失敗したでもまあ言ったけど、でも出ましたね。そう、これでまあ要は縦振りよりも横振りが多かったらこういう風に、これちょっと下が柔らかすぎるからだけど、これで打ったら、わー40インチ。